願いします。埼玉県は北浦和より参りましたゴーストセンスと申します。今日はお化けインザサンライズということで、ここ両国サンライズをお借りして、いつもやってるおばたま、埼玉でやってるおばたま東京出張編第2弾ということで、やろうということで、なんとか当日になりこの時間まで残っていただきどうもありがとうございます。演者も聞いてくれた皆さんももう全部ね余すことなく楽しんでいこうと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。共催してます。だからね、初めましてのバンドさんもいらっしゃると思うんでね、どうせだったらちょっとした自己紹介させてください。クライツァI'm gonna make you mine.
ますんでよろしくお願いしますよ。Yeah!
あ、すいません。ご率先して、あとブルーリエントエンターテインメント、共同企画、お化け忍者、サンライズアウト略して、おばさん。ご来場いただき、どうもありがとうございます。ありがとうございます。早い時間からやってくれたな、ストレベ。神、TH キックスも、本当にありがとう、沖縄市よ。あとは僕らがやるだけなんですけどね。本当に空気薄くないか。 ねえ、なんだ、酸素欲しい、酸素欲しい。高座寿司のディズニーランドみたいになってる。やばい、初めてだよ。<笑>リビル本当。いや、本当にでもね、何の話はいいわ。この東京企画第2弾なんですよ。 2019年、前回赤坂天竺でやらせてもらって、今日ここ両国サランズでサンライズでやらせていただいてます。本当にありがとうございます。何回も言うよ。本当にありがて、ありがて。だってさ、僕らの家こっから車で2時間ですよ。ね、笑えるよね。その2時間の場所からさ、企画やりますんで来てくださいねとかって、バカお前が来るんでしょみたいな感じでさ、 はるばる車で下道2時間5分ですか、約かけて、ここ両国サイレンスに来てみたら、結構まあおかげさまで僕らね9年ぐらい、来年で10年ぐらいやってるんですけどね、あのバンドの仲間の皆さんとか、お客さんとか、おい行くよ近いからって、あ、みんな近いんだと思って、あ、そっかね、亀戸住んでるとか、あ、近え、いいなと思ってさ、 ここら辺なんで、そうでしょ。だって駅でさ、だって1個なんか見東行ったら禁止状でポケモン GO の聖地じゃん。で、西行ったら秋葉原でしょ。パソコンの部品とかこまんないじゃん。超いいよね。住みたくない。いや、住みたいけど、多分家賃高いよ。家賃高い、家賃高い。絶対高い。現実的になんかバンドマンっぽくていいね。<笑>あ、だなんですよ。だ、まあでもね、本当にでも、 そんな場所ですよ。僕らからしたら、そんなところでね、埼玉のバンドが企画やろうっつってんのに、出てくれる出演者さんや、見に来てくれるお客様の皆様には本当に感謝です。本当にありがとうございます。せっかく来てもらったし、俺らもせっかく2時間かけて来たんだから、じゃあ、もう、ねえ、もう満足。なんて、もんじゃないよ、もうね。 さっきね、この声が枯れるまで、やりますよとか、いろんな言葉を言ってましたけど、僕らもそんな感じです。この汗、全部枯れ切るまで、全部ね、ライブで消化しちゃいまと思ってますんで、最後までよろしくお願いいたします。
バンド売れないんだろう。なんでいつもライブハウスの人にあーだこうだ言われちゃうんだろう。全部腹立ったけどさ、でも負けてらんねえって思って、その気持ちだけで来年10年になるんだわ。この気持ちを共有してくれとは言わないからさ。ああ、ゴーストセンス、やかましい音ばっか出してるバンドじゃねえんだなってちょっとでも気づいてもらえたら幸いです。そんな曲を、諦めちゃダイナルもないぞ、時代のせい、君は最後の方だね。
一緒に遊んでもらってもよろしいですか。ありがとう。余力を残すつもりもアンコールを待つつもりも一秒たりとも一滴すらもございません。3分33秒一緒に遊びましょう。ありがとうございました。ゴースト先生でした。ウェバーショナリズム。